ご所の縄文公園は岩手県二古郡一古町にある史跡公園である。縄文時代の集落跡として知られるご所の遺跡を整備して作られ2002年にオープンした。ご所の遺跡の発掘調査成果をもとに土屋根住居、掘ったて柱建物、中列を復元し、廃石以降や森土以降の露出展示により縄文時代の風景を蘇らせている。 三方を川に囲まれ、残りの一方は山に面した大地上にあり、居住地から隔てられていることにより自然あふれる空間を演出している。公園内には縄文時代の植生を考慮した植物が植栽されている。2014年には文化財関連施設としては初めてプロジェクションマッピングを取り入れた展示内容に改装された。公園内には コところの縄文博物館が併設されている。館内にはコ所の遺跡から出土した遺物を展示しているほか、町内の文化財を紹介する郷土資料コーナー、体験工房、ミュージアムショップなどが設置されている。仙台ダ環境デザイン研究所の設計であり、日本建築学会東北支部から2003年度の東北建築賞作品賞を受賞している。 体験工房では様々な縄文体験を行うことができる。一個町内の文化財を紹介している。一個城度の焼き印、鈴目門院の馬印やぬかのぶ33観音、巡礼の巡礼納札などの資料が展示してある。映像による紹介もあり。駐車場と公園を結ぶ木製歩道橋で2000年5月に完成した。 世界初の吊り橋式の歩道橋でもある。橋の長さは86.5メートル、谷底から橋の床の高さは最高部で14.1メートルある。高さ25.5メートルの構成の支柱からワイヤーで吊られており、通路部は木製の屋根がつき、カーブを描く、世界的にも珍しい吊り橋である。名の由来は木材と奇抜と喜びの三つの頭文字の 木から取られたものである。ご所の遺跡は、縄文時代中期の集落跡であることから、橋のデザインは時空を超えて、縄文時代の別世界へと誘うイメージを表現したものとなっている。ありがとうございます。